皆さん、こんにちは。よく、夢に、白蛇が出てきたら、大金が入ってくる前兆、とか、鳥に、糞をかけられたから、運がついた、とか、そういった、金運がやってくると、言われているジンクスって、ありますよね。金運がやってくる前に、経験する前兆というのは、本当にあるのでしょうか？ここでは、こういった前兆を経験したら、金運が上がると、ネット上で言われているジンクスについてまとめてみました。これらの前兆を経験したら、あなたに大きなお金がやってくるかもしれませんよ。1、鳥に糞を落とされる。実際に遭遇すると、非常に気分が悪いですが、鳥に糞を落とされるというのは、金運が上がる前兆だとよく言われます。鳥の糞が空から降ってくるというのが、天から金運が降ってくるということとつながるからです。よく考えてみたら、普段道を歩いていて、偶然自分に鳥の糞が降ってきて直撃する確率ってかなり低いはず。それを考えたら、あながち間違っているとも言えないでしょう。実際にカラスに糞を落とされた男性が、もしかしたら運がついてきているかもしれないと思い、宝くじを購入したところ、見事に高額当選したという話もあります。また日本だけでなく、外国でも同じことが信じられています。大きな金運がやってくる前兆としては、メジャーな部類に入ります。糞を落とされた直後の気分は最悪でしょうが、この後大きなお金がやってくるのだと考えれば、一瞬にして気分を切り替えられるのではないでしょうか。2、炎が燃え盛る夢を見る。夢に激しく炎が燃え盛るシーンが出てくると、大きな金運がやってくる前兆です。燃え盛っていればいるほど良いです。また不謹慎かもしれませんが、自分が炎に巻き込まれる夢はかなりいいです。会社で出世したり、収入がアップすることの前兆と言われています。ただ、夢に火が出てきても、今にも消えそうだったり、また、消える夢だった場合は、逆に、金運が遠ざかる前兆です。3、夢に、蛇が出てくる。これも、夢ネタではありますが、夢に、蛇が出てくると、金運に恵まれる前兆と言われています。金運上昇の兆候とされる蛇の具体的な色としては、白、金、銀、茶が良いです。ただし、夢に蛇が出てきたからといって、これだけで運がやってくる前兆とは言い切れません。蛇が出てきた時の夢のシチュエーションもプラスして、金運が上がる兆候かどうかを判断します。蛇をペットとして飼いならしている夢、あるいは蛇を食べる夢は非常に良い夢。逆に蛇に食べられる夢、蛇がたくさん出てくる夢は、健康異常の問題を抱える前兆だったり、心身ともに弱っている時に見る夢と言われています。蛇が出てくる夢を見た時は、色とどんな状況だったかによって金運がやってくる前兆かそうじゃないかが分かれます。ただ夢に蛇が出てくるなんて滅多にあることではありませんから、その時はとりあえず宝くじを買ってみたりして運試ししてみてはどうでしょうか。4、爪に白い点ができる。指の爪の真ん中あたりに白い点が出てきたら、金運と由来のチャンス。このタイミングで宝くじを購入したら高額当選したという話は結構あります。
特に小指の爪に白い点が現れたら臨時収入があったり宝くじに当選したりといった金運がやってくる前兆と言われています。今すぐ爪に白い点がないか調べてみてはどうでしょうか。ただし信じるか信じないかはあなた次第です。いかがでしたか。何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。